原曽森神社は、東京都港区新橋二丁目にある神社である。丘の御玉の命、雨の渦め命、二二木の村を祀る。社殿によれば、天行三年、平野正門が乱を起こした時、陳樹府将軍、藤原秀里が、武蔵国のある稲荷神社に戦勝を祈願したところ、白虎が現れて、白羽の矢を秀里に与えた。 その親によって速やかに乱を沈めることができたので、それに感謝して、どこかに稲荷神社を創建しようと考えていたところ、秀里の夢にびゃっこが現れ、神鳥が群がる場所が霊地であると、お告げした。秀里が現在地である桜田村の森に来たところ、お告げの通りガラスが群がっていたので、そこに神社を創建したのが、当社の始まりであるという。江戸時代の稲荷ブームの際には、 初馬の稲荷祭りの賑わいは、江戸で十女を争うものであったという新橋には他に、日比谷神社があり、大祭は、日比谷神社と交互に各年で行われる。当神社の大神輿は1930年に、名人、山本翔太郎によって作られた巨大なもの。脱鉄の最高傑作とも言われていると、境内案内チラシにある。境内に木荷りつかあり。また、 新願職、みくじなるものが反布されている。京徳四年に一鎌倉久保、足利重氏が書いた、神願書。本国すると、稲荷大名神神願書寺今度、発行書願史通常受者当社か水修造願書の上、助見京徳四年正月五日、左平忠だ茂が損重氏となる。